お、宝くじプラスR。いいね、いいね、いいよ。てかね、ファーストも毎回おみくじ投げてるしね。いけるいける。はい、1P 側、キーチャファースト、投げファースト、七夕スレイヤーチーム、まずは1枚ファースト、投げファーストが出てきまーす。対しまして、2P 側、キッシーディズイタカンジ、ジョンミリアチームの先方は、宝くじ、プラス R。あ、これ4だね。さあ、1P から。さあ、おー、なんで燃えてるんだ。おー、すごい当たり方。さあ逃げる。さあここ返していく。さあゲス、まさかの。さあ最大限こう封じを、毛が後ろに出る。さあこれはしっかり対空から刺して、一本選手は、投げファースト。さあ出し切りです。さあ最後は当たりますが、このバストショー2系ガスね、タッチピー足まりから。さあ風神バレている。さあ風神を失ったタカさんはどう攻めていくか。重いがタッチピーヒット返されて爆弾がある。全部詰まってるね、これ 100% 近く、 50% とりあえず出して前に出れない。あー刺さっちゃった。ガンダッシュ、あとは仕留めるだけ。ドリルで投げを潰したかったのは投げファースト、圧倒的。短期もつけときましょう。短期、短期ね、キーシャー短期だよね。なかなか作るの難しいんだよね。さあ出てくるのはジュンミリア。もうファースト使いはなんかミリアマジ大嫌いみたいなやつで、大丈夫なんですかねこれ。はい、行きましょう。中堅前方戦、前方中堅戦ですね。さあまずは通常投げ、画面足に追い込んでいく。 2K を重ねて、さあこれは飛んだところにハンマー確認で前に出る。そして鉄アレドリルで暴れ通信を見せつつ、画面端前ダッシュ、上半身見た時の前 P をね、うまい具合に振っていく感じですが、クーダー一旦引いて、おっと鉄アレが、あー高速が 2K が2回。おー一気に前へジャンディは当たりませんが、針が投げてしまった。これ回収してミュース。さあ攻めていくのはミリアですが、しっかりマイピー上を見ている。立ち合いすらからここは何かが出てきている。マイピーコンボ行くと死んじゃうぞー。さあ、エースを差し込んで、一本選手は投げファースト。ドリルはね、ダッシュでくぐるのが、投げ漏れるとね、めった切りになるとよく聞きますけどもね、それがうまい芸に機能します、このキャラ。いい判断です。おっと、前転読んで、ハリーは解消したが、ガードが硬い。しかし足払い、ファンでは重なっていない。ドリルからダッシュに行け。うかつにね飛べないですからね、立ち切れても強力なんて。さあダッシュ、あっとここはタライを意識しすぎたか。ジャンディからしっかりつないで 2K から出そう。ジージャンプ、おーっと足元に愛が落ちてきた。勝ったのはヨハソー。愛下段か、やばい、空中下段はやばいでしょ。やばすぎるわ。さあそして最後の一人となりましたキッシーディズイ。
9時35分か。さあ画面端捕まってしまったディズニー、非常に厳しいダッシュニス深くいってに、はい、それが足場を買ってこの投げから着地めった。お決めは 2K 下段一本の選手の投げファースト、強いストレートまでリーチ。さあ作っていきたいディズニーに対して、それを作らせまいとガンガンダッシュ。さあ捕まってしまった、ここから厳しいが、まずはファーストを使って回避、しかしダウンはされてない、これはラッキーファースト。投げを決めてガンガシー、物投げからトリキャン中なんで崩して足払いからもう一度物を投げる、そして前からチームファーストと一緒にガンガンダッシュして逃げ足払い、非常にミスが濃いが得、ちくわがある、サンキューからの投げを見せ、さあどうする、大きめたくさん投げろ。さあチームファーストがまずは抑えて決めていた、何やってもいいこの状況、やばいあーと、これはメテ持ってきて勝ったな、投げファーストチモシン、このキャラは中堅職人キャラ、あのメテオのね降ってくるタイミングで助け合わせるの結構難しいですからね中堅から言い過ぎ、今日の試合の活躍により中堅まで上がりました、おめでとうございます変動式だまあ中央手なかなか良かったよ声出た声出た、八百屋さんに負けないぐらいで出たはい、そういうわけで本日の大会は終了となります。お疲れ様でしたね。三大集合なんでね、結構長いように感じたかもしれませんけど、1時間20分か、結構長いなもうちょっとカットできますかね、頑張っていきましょう。お疲れ様でした。今週末大会ありますんで、そちらの大会全エントリーを行っております。早めにエントリーをお願いします。明日までです。お疲れ様でした。